この村の皆さんが言ってたい神の世はとても美しくて質がいいところだわね。二人で一緒に登ってみましょう。行こう。うくそ、マルティラ、俺も我慢できないなり。こっち行くといいとこあるじゃねえかよ。そうそう働かしろ。マルティラ、俺も我慢できないなりよ。パフパフぐらいいいだろ。マルティラにいいことをしてもらいました今。マルティラにいいことしてもらったんだよな。これ結構遠いぞここ。俺はすごく幸せだよ。もう初々しいな。もうちょっと深い関係にならなきゃダメだな俺とマルティナは。俺だけ元舌氏を見回したいだと。俺だけ目に入ってりゃいいだろう。俺と一緒に見る風景がいいんだろう。おいこんなところ大丈夫かマルティナ。これ危なすぎるぞ。なんで普通にモンスターがいるの。でもなんで俺石の村にいるんだろう。まあいいわ、全部クリアしたはず。なんだあいつらまだいんのか。このスモークみたいな曲者倒しましょう。なんか最初からやってる感じする。すごいデジャブを感じるぞ。さあ行きましょう。どうせザコでしょ。俺のビッグバンクめっちゃ見てきまして俺のビッグバンク強いだろ。やばい、マリティラ何も持ってない。でもさ足技なのにさ槍とか関係ないだろ。やべえ、なんで槍持ってることが関係あるんだろうな。やべえぞ、ちょっと普通に強いんだけど。死んだらどうなるんだこれ。なんで俺のとおりなんだ。ちょ待って、武器をちょっと持ってください。はっよっはっと終わり。強い。とどめだ。俺の邪魔をするんじゃねえよ俺とマルティナの。普通にバトルがあると思わなかった。大丈夫だよマルティナ、俺は超一途な人間だから。そう変わってるんだけど。ここが神の岩の頂上。すっかり暗くなっちゃったわね。落ちないように足元に気をつけなきゃ。なんかさ曇ってる、何も見えないぞ。ねえ、一つだけお願いがあるの。なんだい。手を握ってもいい。うわあ、いいよ。ありがとう。はあ、やっぱり高いところは苦手だわ。せっかくここまで来たんだし、夜の景色を二人で楽しみましょう。大きくなったわね。
赤ん坊の頃は小さかったのに、触れたら壊れちゃいそうなくらいに。あなたも一人前の大人だものね。いつまでも子供扱いしてられないわ。あなたと二人でいるとよく雨に降られる気がするわ。なんだこれは。なんだか寒いわね。なんだって？ねえ、二人で温まらない？わかるでしょ？心の準備はいい？ちょっと待って、マジでやめちゃう。どうしよう。始まったら、ちょっとマジでいいのかな。もちろんす。このままじっとしていても寒いだけだものね。それじゃ行くわよ。はっ、はっ、やっぱりな。くそ。うわあ、はあ、おかげで体も温まったわ。本当に強くなったわね。でもいいんだ、そういうフェイクをしてきたという事実がなんかエロいから。夜風が気持ちいいわね。それと勘違いさせようとしてきたという事実がエロいから。どんな困難が起きても乗り越えていけるわ。これからずっと二人で手を取り合って支え合っていきましょうね。これからいくらでもあるでしょ。いや、くそー。なんだこれは。え、ね、俺どうすればいいのこれ。いきなりめちゃくちゃ晴れてるし、素晴らしかった。戻るぜ。で、男キャラも選べたのが気になるよな。ちょっと待って、帰ってお楽しみしようぜ。でさ、俺とマリティ、あ、もうふざけんなよ。危ないだろこの橋は。え、待ってくれ、なんで神がいるんだ。ふざけるなあいつ。その変な男がいる。あれ、なんでローもいるの。連れて行ってくれてありがとう。神の岩で見た夜空、とても綺麗だったわ。少女連れてきてくれてありがとう。それを思わぬ、それを思わぬ稽古もできた。今日はもう休むのかしら。いいえ。それなら一緒に散歩でもしてみない？いいえ。それじゃあまた今度にするわ。え、なんか今神の幻覚が見えたんだけど、何だったんだろう。神とローの幻覚が見えたんだけど。私欠かさず日記をつけているのよ。うちの家事手伝いしてるのかな。え、あなたが書くときまで中身は秘密よ。俺が書くって何？それより今日はもう休むのかしら。え、これ休むで入る後に何かあるんだわ。分かったわ、おやすみなさい。何も起こらないはずがない。何も起こらなかったら人間じゃない。おはよう。ゆうべはぐっすり眠ってたわね。は？ぐっすり眠るとかマジで人間じゃない。
俺は恐怖すら感じる。俺自身が怖い。俺って一体何者なんだ。今日はもう休むのかしら。わかったわ。おはよう。ゆうべ。ふざけるな。俺の横芝な感じはどこにある。横芝な感じをくれ。もしかしてルーラで戻るってやつ。え、まずい、まずいよ。あ、ついてきてねえだろうな。おっす。くそー、エマちゃんがかわいいな。エマかわいいよね。ふざけるなよ。気まずさのかけらもないのかお前には。やべえ、最悪だ。マジで悪いことした。もう苦しいよ、助けてくれ。出来心だったんだよ、別れるってすぐに。あの、俺にはエヴァしかいないんだってば。ミノルと住んでる生まれてなさってて、もうふざけるな。あ、ちょっとやめろ、タイミング的にありそうな嘘つくのは。くっそー、ダメだー。どうしたらいいんだ。男はつらい、男はつらいぞ。俺がモテるばかりに、モテモテるばかりに、俺が二人三人いればいいのにな。本当に困る。一人選ばなきゃいけないっていうのは残酷だな。暮らしてないだろ別に。俺はマルティナと、マルティナが勝手に住んでるだけだろうが。たまに思い切り体を動かしたくもなるの。今日はもう休むのかしら。わかったわ。おはよう。ゆうべは。やべえ、これやっちまったんじゃないか。マルティナに騙されたんだけど。ふざけんなよ。こいつだってさ、やっちまった感じがする。だってこのまんまあそこに戻るんだとしたら、俺これ妄想じゃなくて現実じゃん。現実ってことは、やべえ、なんということだ。やべえ、幸せだけれども、くそー、幸せだけれども俺の幸せではエマにとってる不幸なのかもしれない。全員が幸せになる方法はないのか。日替わり制にしようぜ。俺ちょ、今日はさ、エマの家に行く。そうしないか、エマ。いいだろ、日替わりで。週替わりでもいいぞ。こっちも欲しいよ、どうしよう、こっちも欲しいよ。何のために1週間が7日あると思ってるんだよ。7人の女性を日替わりでチョイスできるためだろう。明日はベロニカ、明後日はセリヌ。マジこれで戻るのか、これ。くっ
この力を認めてくれた。何の力なんだ一体。これは何の試練なんだ。エロ本をくれたり、なんかもう不倫をしたりさ。この試練はどういうことなんだよ。ちょっと幸せになったり辛い、幸せな気持ちと辛い気持ちがぶつかり合っている今俺の中で。まずこっち側だろうな、間違いない。ほら来た、やばいやばいよ、この風船。これやばいよ。アレキサンドライト3個だって。おい、ベロニカが同じ目線に立とうとしてる。かわいいな。お前に見渡してる高いところに立って。やれ、階層が変わったら5個になったんだけど。ネルセンブグ全集、天命の剣、アテナの水槽、ウロボロスの盾、蒼天の塔、セラビウムの、やっべえ。これはやばいぞ。この間槍が作れるってサイズにも、強いわ。これはえげつねえぞ。しかも簡単に作れる。オーラの抜きが大事だったか、くそ。オーラの抜きが大事なんだ。天使の層も買えない。くそ、どうなっているんだこのゲームは。ちょっとりあえず打ち出し買うか。とりあえず今はこれを装備しておこう。慌てな。あ、しまった、魅力が落ちるのか、これ。それを忘れてた。でもなんかさ、ポロッと槍が手に入りそうで怖い。やばい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 。危ない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 。勇者の兜。俺はアーウィンの方が強いと見るな。魅力がとてつもなく増える。ただこれ見た目が気になるな。勇者の衣が手に入ったら見た目が変わるんだ。 MP 結構減ってきたな。痛くない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 。うんだ、あれは見てくださいよ。とてつもない。とてつもないボックスがある。待って、ミミックだろ、これどうせ。分かってんだよな。そこらまずいぞ。ガチ最強メンバーで行くから。ベロニカでぶっ殺そう。ギガパンドラも分かってんだよ、そんなことは。あれ、こいつ初めてかな。前にあったと違う。彼の MP はどんどん取っていいよ。誰も知らない誰も知らない誰も知らないよ誰も知らないよ。何をしてるんだ、カミフ。しょうがねえな、俺に任せろ。あべ、俺レディーじゃねえから、リリーマスク乗らなかった。くそー、お前オーラが溜まってるセイニアを出して、おセイニアにレディーファーストをして、私は後で。ありがとうございます。すぐにザオリクをして。ザオリク、今時ザラキなんて当たるんじゃねえ。恥ずかしいやつだな。元に戻す。任せて。捨て身だ。我が身朽ちるとも。これデュアルブレイクを当てる。やばい、入りやすくならないし、死んだー。帰っていいよ。
サミ君。やっぱ俺なんだよね。バイキルト攻撃第一。オートグレイグによる普通にルカリが入る気がするぜ。よっしゃ来た、始まったな。なんと、何をやっているんだ。出番かしら。超攻撃型。強かったな。何ぐだってるの。死ぬんじゃねえぞ絶対。ふざけるなよこのゲーム。うわー、めちゃくちゃ死んでる。くっそ、まずいな。なあ、もう生き残って4人で倒すぞ。大丈夫だ、この勇者の全身全霊切りがまずあるから。メガンテじゃなくてメガサルが欲しい展開。おい、俺の MP を取るんじゃねえ。まずいぞこれは。ロー MP パスだくれ。やめろ、もういいだろ、十分堪能したよ。危ねえ。もうこれ残ってるにはちょっとザラキーマ体制があるに違いない。よっと、あっ、ナイス、よく来ました。俺何回も死ぬんだあいつ。なんで俺の番なんで MP がないでござるよ。剣の前があるんだよな。一戦出ないよね。強いな。ちょっと待て、まずいぞ。あ、もうすぐ倒せる、これいけるぞ。ここでライガークラッシュでしょ。ライガークラッシュは死んだ。マジで強かったぞ。よし、強くなれたみたいです。今メガサル覚えた。今の試合で使いたかったのに。やばかったぜ。奇跡の雫、これはあれだ、全員のバトル全員をゾーンにするやつだ。ちょっとうるさい、今ちょっと待ってくれよ。ちょっと入れ替えないと。ちょ、間違えて、なんで切り刺せる。ほら来た、これはやばいぞ、一番最下層に。英雄王の剣だと。もう名前がグレイグっぽい。ちょっとこう、またグレイグ強化パッチが入るのか。これ誰の、ちょ、俺もそれできるよな。戦い的に狙われやすくなるとか、もうわつらい向きの能力がついている。うわ、強化で22ポイント伸びる、くっそ。さらに強くなるのか。英雄王の剣で言うのは、だってもしも強化してないからな。やべえ、なんかもう邪神像が見てる時点でなんか強そう。時間王の電気、時の王爵、何それ。1個だけのレシピだぞこれ、絶対やばいやつじゃん。熱風おろしきた、最強じゃん。うわー、最強きた。 MP 回復効果がついてないからずーっと同じステッキだったのに。しかも回復力が10で、回戦時確定戦士の守りかよ。なんだこのステッキは、ドラクエ10でも通用するぞ。黄昏の樹木さん、やべえ、黄昏の時期欲しい。え、ちょっと、こっちはなんだ、こっちベロニカの杖だ、絶対そうだ、ベロニカの杖だぞ。あっちが聖殿だったんだよ、これは平等に行こうぜ。戦場の名品ソーラ。
ライトシャムシール、トリックスター、クロノスエッジ、破天、うわ、やばそう。やべえ、これ全種類来た。やべえ。やばい、やり作っちゃったよ。絶対こちら強い。うわあ、もうやり作っちゃったのに。あ、しかも魅力まで増える、理想的だ。呪文暴走率が 1%、3%、やつ強え。うわ、全然強いじゃねえかよ。ダークスターよりもこっちの方が。作りたいものが多すぎるのに素材がないでござる。素材がないだと。ここクリアしたら素材集めないとダメじゃねえかよ。うわ、これ一回ナスコが消えた。これが多分ね、メインディッシュなんだよね。エッチな下着だと思うんだよね、俺の予想。うわー、マジですか。これ、しかもちなみにミミックいるの、こんなのに。全部本物だ。うわ、来た、聖剣のローブ。うわ、勇者の衣。そして英雄王の鎧だろ。お前そんなグレーグ、お前焦るな。ガメついぞ。やべえ、炎と紅葉 25% ずつ減らして守備力が188番に伸びる。やべえ、もうすでに50超えてるのにさらに伸びるというか。見た目が変わった。これ強化するの大変だな。強化をするぞ。そして勇者の兜、勇者の衣。ちゃんと全ての属性ダメージが 25% 減り NP 自動回復だ。自分の行動が来るたびに回復する能力がつくのか。うわ、すげえ、ちゃんと勇者みたいになってる。ついに俺も勇者か。やばいぞ。なんということだ。なんということだ。強そうだし、戦力効率的に。いよいよ、じゃあもうあとボスだな。4階に行って上に行かなきゃいけない。上ってどうだっけ。上ってあっちだっけ。あれ、上って上、あ、あっちかな。上がわかんねえ。上ってこっちだよね。4階ってことは上だよな。4階ってことは上だよな。ってことは上だから、上ってこっちだっけ。上ってさ、なんでこっち出てくるんだ。このぐらいの、この、上の階がありそうで上の階がないぐらいが一番。上の階がなさそうでいいよな。行くぞ。超長かったここ。あ、でも強くなってきて、音も鳴ってるし、眠くなってきたし、寝るかな、今日は。今日ハッスルしすぎた。じゃあな。